皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、中学校1年生の社会科第1章、私たちの地球と世界の地域構成、16ページ、17ページ、国の成り立ちを見ていこうの内容です。教科書とノートを用意しましょう。今日の学習課題は、世界の国名や国旗などから、その国のどのようなことがわかるのだろうかです。皆さんは次の国を知っていますか？中学生の皆さんなら3つとも知っている人もいるかもしれませんね。では、なぜそのような国名がついているのかわかりますか？教科書16ページの1の資料を使って、この3つの国の名前の由来を調べてノートに書きましょう。一時停止をして、自分の進度に合わせて再生してください。エクアドルは南アメリカ大陸にある国です。赤道が通っていることから、赤道を意味するエクアドルが国名となっています。アイスランドは北極の近くにある島国です。大変寒い気候から、英語で氷の島を意味するアイスランドが国名となっています。最後にアメリカです。アメリカは北アメリカ大陸に位置しています。国名は探検家アメリコ・ベスプッチの名前から来ています。次は国旗について学習しましょう。上の3つの国の国旗を重ねると、皆さんがよく知っている国の国旗になります。教科書の17ページ、4の図を見て調べてみましょう。一時停止をして、自分の進度に合わせて再生してください。わかりましたか？正解はイギリスです。イギリスの国旗は、この3つの地域が組み合わされてできた国旗です。国としては、さらにウェールズを含んだ4つの地域から成り立っています。イギリスの正式名称はグレートブリテン及び北アイルランド連合王国と言います。とても長いですね。これはどこの国の国旗でしょうか？教科書の17ページ、4の図を見て調べてみましょう。一時停止をして、自分の進度に合わせて再生してください。正解はフィンランドです。青の線、何かに似ていませんか？そう、十字架です。十字架はキリスト教の象徴であり、青はフィンランドに多数ある湖と海を、白は雪に覆われた国土を象徴しています。では、学習のまとめをします。国名や国旗から歴史や文化、国の成り立ちなどがわかります。興味を持った人はいろいろな国の名前の由来や国旗の意味を調べてみましょう。学習を振り返りましょう。これで中学校1年生の社会科第1章、私たちの地球と世界の地域構成、国の成り立ちを見ていこうの内容を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。